はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは AEW Fight Forever ですね。これね、ちょい前にね、6月ぐらいかな、 PS5 と PS4 版が出てるんですけども、今回はスイッチ版になります。はい。でね、PS4、PS5 版の時には、サイトないなぁと思ってたんだけど、よくよく調べてみたら、公式サイトがありました。まあ、いつできたかよくわかんないんだけど、これね、今見てるやつなんですけど、前は公式サイトないから、メーカーのサイトのところにある情報と PDF 情報をね、過去のリリース情報を見てたんですけども、今回はね、ここから、はい。ということで、プロレスゲーム黄金時代の復活、AEW 公式プロレスゲーム AEW Fight Forever。で、まあ、PS5、PS4、Steam、Xbox シリーズ XS、Xbox One、Nintendo Switch ダウンロード版が、発売中。これはあれだね。PS5、PS4 はパッケージなんだけど、あとは多分それ以外がダウンロードということで、このチョン、あ、で、そういうわけでもないのか。まあ、とにかくね、X5、X5 じゃねえや。PlayStation 5と PlayStation 4はパッケージ版も出てるんだけど、今回スイッチ版が8月10日発売ということになっています。はい。ということで、まあ普通に情報的にあんま変わってない気がするんだけど、ゲーム登場レスラー一覧、ゲームに登場するレスラーたちのをチェックしよう。お気に入りのレスラーは登場するかな？詳しくはこちら。どこよ？ああ、レスラーの名前が書いてあるのか。ということでね、いろんな人の名前がこう出てくるんですけど、すげえな。こういうパターンで来ると思わなかったな。名前わかんないけど、はい、いろいろ出ます。あれ。で、あ、これ全部こういうことか。で、特設ブースにて即売特典会。これはもう終わってますね。で、レビュー記事レポート、まあ、いや、これ。あ、ていうか、これだけか。あ、ここからあったゲーム概要。AEW の有名選手たちが実名で登場。豊富な試合形式やカスタマイズ40種類以上の武器など、武器？プロレスって武器持っていいんだっけ？盛りだくさん、往年のプロレスゲームと AEW の斬新さが融合し、豪快で爽快なプロレスバトルが楽しめます。AEW の独創的な必殺技や連携技を古き良きアーケードゲームとして再構築したプロレスアクションゲームです。どういう意味でアーケードなんだろうな。いや、これユークスさんだよね、確か開発。プロレスゲームずっとユークスさん PS2 あたりとかでも家庭用ゲーム機で出てたから、アーケードってどういう意味合いなんだろう、よくわかんないや。はい。で、有名レスラーが実名で登場。若きハイフライヤーとレジェンドがしのぎを削る AEW だけが実現できる豪華な登場選手。50人以上のプロレス界最高のロースター。で、多彩なモードで楽しもう。シングルマッチ、タグマッチ、スリーウェイ、フォーウェイ、ラダーマッチ、カジノバトルロイヤル、フォールズカウントエニウェア、ライツアウトマッチ、有刺鉄線爆破デスマッチ、オンラインマッチを含む10種類以上のゲームモードが楽しめますって書いてあるけど、正直言うと、3way 4way とかってこれは何だろう、3対3人とか4対4とかことなのかな。ラダーマッチなんかはしごで戦ってるような写真を見た記憶があります。はい。で、ただ説明してほしいね、この辺ね。世界のトップレスラーを目指そう。 AEW レスラーの私生活を追体験できるキャリアモードで、史上最強のレスラーを育てて世界に羽ばたこう。追体験できるという表現どうなんだろう。普通に、でもキャリアモードって NBA とかね、まあ FIFA とかでも、まあたまに、あと F1 とかでもね、あったりするけども、あんまり私生活を覗いてるものないから何があるんだろうね。これちょっと気になるね。幅広いカスタムモード。レスラーのコスチュームや外見、技の設定、入場シーンからチームやアリーナまで、各要素を自由にカスタマイズできます。お気に入りの選手を自分で作成し、その選手を操作して遊ぼう。まあ、なんか、いろいろカスタマイズ。個人的にあんま得意じゃないんだけど、カスタマイズとかは。でも、これはこだわれる人がとことんこだわれるってことですよね。で、協力プレイが熱い。オンラインとオフラインともに最大4人で協力対戦プレイが可能です。タッグマッチでは簡単な操作で多彩な連携が使用できます。
さらにパイプ椅子から有刺鉄線バット有刺鉄線バットまで40種類以上の危険な武器を駆使して対戦相手に勝利しましょう。それ勝つっていうのかな。パイプ椅子もパイプ数基本使っちゃダメなんだけどな。まあいいのかな、わかんないや。はい、ということでトレーラー動画とかでねあるんだけど、トレーラー動画で、ね、前回権利的に引っかかったんでちょっと見ません。ていうかゲーム画面じゃないのが出たんだよね前回ほとんど。あ、でもこうやって見るとやっぱリアルだな。でもこういう絵柄は PS5、PSO とスイッチだとどう違うのか同じなのか、そこら辺ちょっと気になるよね。あ、これが、え、でもこれは普通のバットだよね。有刺鉄線バットと普通のバットどっちが危険なんだろうね。なんだこれ、爆発してんのかな。ほうほうほう。ということで、製品ね、ゲームが AEW ファイトフォーエバー。発売元が THQ ノルディックで、開発元がユークス。で、今回は任天堂スイッチ版ですね。で、アクション、スポーツです、ジャンルが。プレイ人数1から4人、オンラインプレイ1から4人。オフラインでも1から4人でできるってことだよね、ワン画面でね。コントローラー次第か。まあまあまあ。テーブルモードとかでもできるのかな。まあまあいいや、そこら辺はわかんないけど、まあでもスイッチ版のメリットって特に歌ってないけど、多分携帯モードで一人でできるとかそういうメリットはあるんでしょうね。はい。で、対応言語は日本語、英語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語、簡体字って書いてあるけど、これはボイスは英語なんだろうね多分ね。まあそんな感じになります。まあ先にね PS5 と PS4 が出てて、後からスイッチっていうのがどういうニュアンスなのかがよくわかんないんだけど、これはもしかしたらちょっとこの、いや一緒に出た時にはスイッチが売れちゃうから先に PS5、PS4 を出してるっていうのはちょっと一個ありえるかなという感じがするんですよね。で、多分処理的に PS5 がなんかこう読み込みが早いとかそんぐらいのメリットがありそうな気がするけど、あと絵的にねどのぐらいこう画質的にも動き的にもスイッチにメリットデメリットあるかってところはちょっと気になるところです。はい、まあ、そんなところかなこれは。はい。